アップアストリームからボトルウエストパックを買いました。この中にスマホと鍵を、そしてこの中にね、まずこの中にね、なんか鍵とかもね、ここに入れれるし、ここにすぐ取り出したいものとかをここに入れれまーす。この、そしてこの中に、はい、財布とか、鍵類を、このサブの収納、ここに入れれまーす。そしてここの中に、スマホなどを入れれます。この奥にもさらに収納できるカード類を入れれるみたいです。はい。そしてこのポーチ、撥水加工になっていて、雨に濡れても大丈夫。そして、ここに、さらに、ペットボトルなどを、ここに入れて、ここで 500ml まででしたら、500ml のペットボトルなどを、ここに入れることもできます。さらに、ここでね、ここで固定をペットボトルなどを、ボトルを固定することもできます。この紐で固定することができます。そして、ここで、ここが、裏地になっていて、蒸れにくい構造になっております。早速、ここにね、スマホをね、入れて、ここにちょっと鍵をね、入れましょうかね。鍵を入れます。はい。そして、この中に、さらにメインのここの中に、なんと、お財布まで入れちゃいましょう。はい。で、ここにね、夏なんかはね、ここにペットボトル入れて、水分補給なんかもできまーす。そして、いつも、これをここにバッグに、巻いて、ウォーキングに、ここにバッグに巻いて、ここにバッグで巻いて、これをバッグで腰で巻いて、ウォーキングにするときに使っておりまーす。出かけるときのようにね、多少使っておりますね。はい。もうちょっと調節も。後ろでね、ここでね、さらにね、ここで、ベルトを締めたいときは、こう引っ張れば、ベルトを締めたり、ここで、装着、脱着も可能でーす。で、ここで、ここのね、これを引っ張れば、さらに、はい、ウエストで締めることもできまーす。締めたり、緩めたりすることも、サイズ調節が、ここで、このベルトでサイズ調節ができまーす。はい。で、結構ね、スマホと財布と小物入れを入れただけで結構満帆でーす。で、この最大の欠点は、やっぱり、入れれるものが限られてきちゃう。結構小物類と、財布と小物、小銭入れと財布と、スマホを入れただけで結構いっぱいです。これで充電器入れたら結構いっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。結構このポーチがちっちゃいっていうのが難点です。もうちょっと荷物を持ちたいなっていう時はもうちょっと大きめのポーチを用意したらいいかと思います。ということで、普段散歩に行っている時に使う、ポーチボトルでした。それではまた。以上、ご視聴ありがとうございました。